コラボ塗料、角度によってちょっと見える色が2色になりません？こうすでに金属の粒子感が出てて、その粒子の一個一個がちゃんと緑色になってるんですよね。結構いいかもしれん。皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりました、もちろんジュッ TV。 今日はですね、もう綺麗に並んでおります。こちら、そうこちらはですね、ショーアプサとのコラボ塗料デュアルメタリックでございます。嬉しい、ありがとうございます。ショーアプサといえばギラギラの塗料が大得意なメーカーさんなんですけども、まあ、最近ね、なんかいろんなイベントでご一緒させていただくことがありまして、その流れでなんとケンチ TV とのコラボからイエーイイエーイ、見て嬉しい、シンプルに超絶嬉しい。でも早速ここに並んでおりますが、こんな4色となっております。デュアルメタリックっていうのには、こうね、この子たち角度によってちょっと見える色が2色になりません？こう黄色っぽく見えるところもあれば緑っぽく見えるところもあるみたいな、色のちょっと変化があるメタリック塗料でございます。こうマジョーラとか有名だと思うんですけど、マジョーラとかもっとね、虹色に何色も何色もあると思うんですが、これはあくまでパッと見は緑じゃない、そう、パッと見はもう緑なんですよ。なのでメタリックのグリーンだけど、あれちょっとなんか角度濃いだろう、あれなんかいいじゃんみたいな感じに使ってもらえたらいいのかなと思って、そんなデュアルメタリックでございます。デュアルです。デュアル、ここに4色並んでるんですけど、まず1色目、今お見せしたスプリンググリーンですね。スプリンググリーンはこんな感じ、黄色っぽいのとグリーンっぽいのがちょっと混ざった感じのメタリックになってます。今度こっちはサマーブルーですね。ちょっと紫がかったりとか真っ青になったりとかする感じの色合いになってます。そしてこちらオータムオレンジでーす。これもちょっと緑がかるような気もするんだけど、基本はオレンジ、黄色っぽい、ゴールドっぽい感じかなに色合いがなってます。ほんと移ろう感じ、超綺麗じゃないですか。そう、移ろう感じだから、こう季節の名前を入れてるの。そして4つ目、ウィンターパープルでーす。これはね、ちょっとね、ピンクっぽくなるのと紫っぽくなるのって感じですね。だから紫2色ともがこう入ってる感じですね。そんなウィンターパープル、はい、という4色でございます。ちなみに1本1000円です。この子たち使い方としては、これじゃーん、はい、これもショーアップさんの、これ通常品なんですけど、ホビー専用マイクロボトル薄め液ハイブリッドのミディアムを使って、だいたいこっちの塗料1に対してこっち1ぐらいの感じで、ちょっと滑らかに出してもらえれば全然 OK でございます。でこれいろいろねシリーズがあって、このミディアムじゃなくってスローとか、こう速さがね3段階あるんですよ。なんですけど、あのスローっていうのは、例えば真夏ですぐ乾くのが早いとか、気温が高すぎるみたいな時に、まあ、使ったらって思うんですけど、まあ、室内にいたらそこまですっごい灼熱でという、多分エアコン入れられると思うので、灼熱じゃなければまあ普通にミディアムでいいんじゃないかなと思います。逆に早いやつはこう冬だったりとか乾燥遅いなとか、雨の日で全然乾燥しないなみたいな時に使うんですけど、室内であれば正直ミディアム1本で大丈夫だよと羽屋に言われた。なのですっごい丁寧な塗膜を丁寧に綺麗に塗りたいみたいなこだわりが強い方でなければ、基本このミディアム1本あればどれも希釈できるかなと思います。ちなみにこれね800円だったと思う、このサイズで。はい、では、まあ、早速ここに、まあ、見本はあるんですけど、いくつか色を塗ってみようと思います。まずはショープさんの塗料は結構ベースブラックっていうツヤツヤの黒を作ってから塗ることが多いんですけど、正直この子に関してはいろんな下地でもいけんじゃないかなと思って実験しようと思って、まずはブラック、ちなみにベースブラックを拭いてないただのプラスチックのスプーンですね。全然いけると思うんだよね。であとホワイトのスプーン、もうおなじみのワンツーでございますけど、とはい、サクッと塗って可愛いだろうなと思ったピカチュウ。ちなみにこれ目とか口とかも、これあのマスキングせずにこのまま塗っていこうと思います。そうすると、あの茶色のパーツなり黄色のパーツなり黒なり赤なりで、ちょっ
色味の違いが出るのか出ないのか、出なかったらもう全く均一の、まあ、こういう色になるんじゃないかなっていうのも見やすいかなと思って、あえて何もしてない状態で塗ってみようかなと思います。早速塗っていこうと思うんですが、こちらラベルがない状態の、まあ、試作品状態のボトルなんですけど、見事に分離してるの分かります？そうなんです、この塗料はですね、アルミ自体の金属に色をのせていて、でその色がしかも2色に変わるっていうタイプの塗料なので、普通さメタリックの塗料って、まあ、シルバーの粒子があって、それ以外にこうクリアのイエローとかレッドとかそういうのが入って混ざってたりするんですけど、これ完全にほらここの金属部分しかないの分かります？ということは適当にふわっとかけても、その一粒一粒がもう色として発色するのって、最後どんだけ塗り重ねてもこの色に最後落ち着くわけですよ。最高級ということで、これうわこうやって混ぜていこうかなと思います。なんかちょっと混ぜるのにこういう模様が見えるのはラベルがないからなので、ちょっと面白いですねこうやって見てるの。はい、混ぜちゃいます。そもそも瓶の状態でさえこれめちゃくちゃ綺麗じゃん、ほらもちろんこうやって振ってもらってもいいし、はい、攪拌棒を使ってしっかり混ぜてもらってももちろん OK です。でもね、こうさかね、あの1個先に言っとこう、この前撮影でさジェルネイルしてたんですよ、結構お高いやつで UV とかで固まるような結構強固なやつつけてたんですけど、それを剥がしたらですね、こう爪がボロボロにやられまして、今ちょっとね、補修中というか薄くめくれちゃうんですよ。だから剥がれて汚い指なんですけど、ご了承くださいまあね、結局ネイルをしてみて思ったことは、高坂的にプラモを作る的には正直邪魔だなってすごいやっぱ思ったので、普通のマニキュアまでだなってすごい思いました。はい、すいません、すいません、女子力が低いんですけども、その代わりこういうキラキラした塗料は大好きですね。はい、でまあしっかり混ぜてもらったら、はい、1対1で薄めていきます。まあ紙コップでもいいし、めんどくさい人はエアブラシのカップの中でもどうぞ。で結構少なくってもかなり色が出ます。なので結構少量でもいいかなと思います。まあいいですね、ちょっとぐらい薄めて戻す気ままなんですけど、私はなんか正直ね、滑らかになれば1対1じゃなくても大丈夫だと思うんですけど、この辺はもうほんと好みでどうぞ。ただ薄めすぎるとやっぱね、なかなか色つかないなって言って、この子たちはウレタン系塗料と言われていて、普段皆さんがよく使っているこうガイアさんとかクレオスさんとかのラッカー系塗料とより、ま、多少ねこう溶性が強いんですよ。なのであんまり薄めすぎたりするとその分溶剤にプラスチックが侵されるリスクが高くなっちゃうのって、なんかすごい薄さにするというよりちょっと滑らかにするぐらいの薄め方で全然いいかなと思います。正直圧があれば薄めなくても飛ぶと思う、これ、うん、全然飛ぶと思う。そしたらですね、エアブラシに入れて塗っていこうと思います。じゃじゃーん、はい、そしてまず黒いスプーンですね、塗っていきます。まあ、ふわっとまずかけてみましょう。はい、このふわっとかけただけで乗ってるのめっちゃわかります？これめちゃくちゃふわっとかけただけなんですけど、こうすでに金属の粒子感が出てて、その粒子の一個一個がちゃんと緑色になってるんですよね。なのでこういうふわっと効果をかけるっていう時でも、一粒一粒がちゃんとしたメタリックのこうグリーンだったりとかオレンジだったりとかになってくれるのってかなり綺麗なんじゃないかなと思います。でちょっとかけたらあとはがっつりとのせていきます。こんな感じでいいかな。もうあっという間に、はい、色が出てきましたね。どうでしょう、めっちゃ綺麗。やっぱね、黒だと色味が出やすいので、こう緑の感じもだいぶ強めに出てますね。今下の方が黄色に見えて上の方が緑に見えてるかなと思います。うん、光の当たり方的にそうかも。今みたいにちょっとふわっとかけて、でそれで定着させてから、でまたその上にガーってかけていけばって感
なんかウレタン系ってなんかみんなさイメージ的にすごい扱いに行くんでしょとか洗うの大変なんでしょみたいな思いがあると思うんですけど、この塗料は一液という、まあ、固まらない方の溶剤しか使っていないので、普段ラッカー系塗料を塗ってる時と変わらない塗り心地で塗ってもらえれば OK です。変わらんのよ。ただまあ何が違うっていうと匂いはさすがにするし、こういう換気ブースとかは絶対使っていただいた方がいいかなと思います。もしくは外だね。あで外で塗る時とかにさっきの薄め液がこうミディアムじゃない方がもしかしたら環境的に合うかもみたいなのはいろいろあると思うので研究してみてね。よし。でふわっとかけたらもう一回いきます。白の方はこれ色塗ってるの見やすいかもね。ふわっとかけたけど緑だもんね。なんかちょっとこのあえってか発見なんだけど、発見なんかこうさ白っぽいパーツとかにこうツヤを後でねまた増やしてあげるとよりいいと思うんだけど、ふわっとこれかけるとパールっぽく見えるね。パールの粒子にちょっと入ってるみたいな見え方もするかもしれん。結構いいかもしれん。白の方がふわっと合うかもね。さて行ってみましょう。色、はい、こうやって見ると色の出方がほらやっぱり黒色で出してもらう方が圧倒的にこのカラーとしての色味を出せるので、絶対黒下地がおすすめではあります。ありますが、でもこのさ白のパールっぽくなっているこの感じはこの感じで、いや使い道がすごいありそうだなと思います。パールだもんね、もはやそれやると。ただメタリックの要素もあるのですごくこう輝度の高いパールみたいな感じかもしれない。あら綺麗、あら綺麗。もうちょっとかけてもいいかもね。そうね、もうちょっとかけるとより色味が出てきたかなという感じではあります。そしたら結構透けるっていうのが分かったので、このピカチュウをこのまま塗っていってどうなるのか、どうなるだろうね。まあなんかみんなが知りたいことを実験するのが私の動画だから、そうそう、いろいろやってみましょうね。まずはふわっと全体にかけていきます。白よりはなんか乗りそうな気がするな。やばい、ピカチュウちょっと黒ずんだわ。うん、ちょっとだけかかってるのでかかってない子と比べるともうちょっとなんかこうね、緑粒子が飛んで苔生えたみたいになってますけど。最初だけはちょっとねこうやって薄くつけときます。まあ、本当はねサフとかちゃんとベースブラックみたいなの拭いてもらう方がいいんですけど、よいしょ。やっぱ濃い色と薄い色の下地でだいぶ雰囲気が違いそうですね。おお、やっぱブラックじゃないと結構透けていきますね。
あー、こんな風に吹けるんだ。面白い。面白い。なんかこうね、色をこうね、決めてる段階の、こう、作家的にはもう黒でしか考えてなかったんですよ、スタジオね。いざ実際さ、みんながどんな方法で塗るかなとか、どういうことするかなって考えたら、なんかこんなのもいいかもと思ってやり始めたわけですけど、この実験。けどちょっと面白い感じになってますね。黒のところだけちょっとメタリック感がすごい出てる。そう、あと黄色のところはどちらかというとこう、パールっぽいというか。へー。え、すごっ。あ、綺麗。あ、そういう感じなのか。はあ。もう一回塗るといいかな。よいしょー、塗ってごまかしてみました。じゃん。あ、これね、なかなか難しい、ね、難しいのがすごく。カメラとか見るとでも肉眼も綺麗かもしれん。こんな感じになりました。こうさ、光を受けて反射してるところはかなりこのデュアルメタリックらしい色合いには見えるんですけど、これなんかすごい黄色が透けてまして、かなり何層も何層も重ねてやっとここまで来たっていう感じですね。正直肉眼で見るともっと黄色が透けてるんですよ。透ける感じがすごいするので、ここまでかなりしっかり塗ろうと思うとめっちゃ重ねなきゃいけないから、正直コスパ悪いなと思いました。そう、でも黒色のさ、こういう耳の部分とかの黒色のところは発色が良いので、ほんのちょっとふわっとかけて2回ぐらいかけたらこれぐらいになるんですよ。黄色とか明るい色のパーツは透けがすごいので、ここまで頑張って潰そうと思うと5回ぐらい。マジかなりかけたので大変だった大変だった。ってことで、まあかなりこうやって透けるっていうのが、うん、分かってきましたね。やっぱ黒が一番いいかな。そしたら今度は青色ですね、塗っていきます。このサマーブルーもね、やっぱめちゃくちゃ綺麗な色になってます。では早速ピカチュウにレッツゴー。これもね、あの塗ってる途中が一番この透けてる感がわかる気がする。よいしょ、まずはふわっと一層目かけまして、こんな感じ。これやっぱまだらな感じがすごい。これが透けにつながるってことよね。もうすでにこの黒色の部分をふわっとかけただけでもこの青色要素がちゃんと出てるので、やっぱ黒下地かな。やっぱ黒の部分は色の定着が早いですね。青み感が出てますね、すでに。うん。ほい。2回目ぐらいで、こんな感じ。青みがかってますけど、やっぱここのさ、部分だけ、黒のパーツだけほら、青いんだよね。あともう、同じ量かかってるから、よく見ると、ちゃんと光で青く見えるところ見えるんですけどね。黄色が透けてくるな。
ですけど、あ、そういえばね、あの色を変えるってどうしてるかっていうと、まあ普通に洗えばいいので、じゃん、ツールウォッシュ使ってます。これガイアさんのなんですけど、あの気にせず普通にうがいできます。なんでこういうツールウォッシュ入れてもらって、まあブクブクして色を変えてもらえれば全然 OK です。だからさ、ウレタン系って使ったことないやって思う人も、別に正直使い方は落書きと変わらないので、そんなになんか気負わなくてもいいんじゃないかな。うん、ツールウォッシュとかもね、このまま同じの使ってもらったらいいし。綺麗になりました。ということで次行きたいと思います。はい、ということで塗り終わりまして、どうですか、こんな感じになりました。やっぱりもともとこっちの黒下地で塗っているようなものの方が、このデュアルメタリックらしいグリーンだったりとかパープルの移ろいが綺麗に映ってはいるんですけど、こう集結させてみると意外とそれなりに色持ってるし、これ全部パッと見黄色が透けてるんですけど、光が当たったところ、あ、この尻尾とか分かりやすいね、急に全部紫に変わるじゃないですか、こうやって。そうだから、パールっぽく使ったりするんだったら全然下地が黒じゃなくっても面白いんじゃないかなと思いました。だからこのね、デュアルメタリックらしい2色を体感するんだったら黒とか、結構これあれだね、後ろの茶色のパーツとかも結構来てますね、でもね。けど、やっぱり見やすいのは黒だね。うん。ただ、いい実験になったんじゃないかなと思います。ということで、今回は、ショーアップさんとのコラボ塗料、デュアルメタリックを紹介していきました。スプリンググリーンを、この黄色ピカチュウに塗ると、こんな感じね。これが、サマーブルーでーす。そして、オータムオレンジ。なんかこう、ピカチュウが元から黄色なので、あんまりこう、先ほどのパール的な効果とかは少なそうな感じではありますね。そしてウィンターパープルでーす。こう、4色それぞれかなり綺麗な色合いなので、移ろいゆくメタリックをぜひ楽しんでもらえたらと思います。で、こちらはですね、私明日12月15日からですね、19日まで新宿の丸いアネックスさんの6階にて、高坂木の10周年記念も現地ポップアップストアを開催します。そこでなんとこちらの塗料も初登場、初売りでございます。まあ、この塗料だけじゃなくって、他にもコラボ充電式エアブラシがあったりとか、アミコちゃんとのこれこのタペストリーもあったりとか、10周年記念のフォトブックがあったりとか、他にもガチャガチャがあったりとか、会場内ではですね、なんと高坂が歌ってるハッピーラッキーポッピングという曲も流れております。ぜひ会場に足を運んで、いろんな展示を楽しんでいただきながら、販売だけじゃなくてですね、私の作品だったりとか懐かしの衣装なんかもね、いろいろ置いてあったりするので、よかったら展示を楽しみながらお買い物も楽しんで、この4色各1000円とこの子が800円がで置いてあるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。どうぞデュアルメタリックをよろしくお願いします。ということで以上もけんちゅTVでした。またね、バイバーイ。